中谷和馬は、日本の政治家、実業家、柔道征服祉。学位は、デジタルコンテンツマネジメント修士。立憲民主党所属の衆議院議員。立憲民主党青年局長。元神奈川県議会議員。宮崎県小湯郡川南町生まれ、神奈川県川崎市育ち。現住所は、神奈川県横浜市港北区、綱島西2丁目。 貧困な母子家庭で育ち、11歳の時に両親が離婚。埼玉県、東京都、大阪府、神奈川県と転居を繰り返し、幼稚園2園、小学校4校、中学校2校に通学。川崎市立日吉中学校、神奈川県立横浜平沼高等学校通信生、呉れだけ新旧柔ら生、専門学校柔道制服科卒業。 慶応義塾大学経済学部通信教育家庭在学デジタルハリウッド大学大学院を主席で修了 DCM 修士。グミの創業に参加執行役員を経て顧問に就任カンナオトの秘書を約3年間務める2011年4月10日の第17回統一地方選挙の神奈川県議会議員選挙に 民主党公認で立候補し、県政史上最年少の27歳で当選。2014年12月14日の第47回衆議院議員総選挙に神奈川7区から民主党公認で立候補、自由民主党の鈴木啓介に、辞典で敗れる。2016年、民進党神奈川県第7区総支部長に就任。2017年9月28日、 民進党は希望の党へ合流することを採択し、事実上、回答する。同年10月1日未明、中谷は希望の党への不参加を決断。翌日、立憲民主党結成の方を受け、同党への参加を表明。取材に対し、排除の論理からは何も生まれないと述べた。10月6日、連合神奈川は、中谷の推薦を決定。希望の党は、 地元出身の35歳女性新人を擁立し、日本維新の会も同候補に推薦を出した。広北区、都筑区の民進系市議、県議、計7人は全員、希望の党の新人についた。10月22日に行われた第48回衆議院議員総選挙に、神奈川7区から立憲民主党公認で立候補、鈴木に、時点で敗れるも比例復活で、初当選した。 2018年5月、立憲民主党科学技術イノベーション議員、連盟事務局長就任。2018年10月ブロックチェーン政策の第一人者として、グローバルブロックチェーンポリシーコンファレンス2018に、エストニアのカースティ・カルレード大統領等と共に招待され、日本の国会議員を代表して参加。2018年10月立憲民主党。 青年局長に就任。2020年10月、立憲民主党デジタル政策 PT 事務局長に就任。2020年12月著書の政治家新世代が一般財団法人、尾崎幸夫記念財団が選ぶ、今年を代表するにふさわしい政治関連書籍、学童ブックオブザイヤー2022て大賞を受賞。2021年6月インターネット、 投票推進法案を筆頭提出者として衆議院に提出。公式サイトに掲載している重点政策は以下の通り。選挙時のアンケートでの回答は以下の通り。ありがとうございます。